井上直也、タパレスを右ストレートで KO できた理由判明しました。苦戦していると思われた10ラウンド。 井上は、どうしてタパレスを KO できたのかええー、どうもエラーのコウスケです。本日はですね、ついに井上の親対タパレス、4団体統一王者決定戦、ね、すごかったですね。まあ、予想に反してタパレスが前線というかね、後ろ重心で L 字ガードで、かなり鉄壁のディフェンスだと思われたんですけれども、えー、10、あ10ラウンドまでね。で、10ラウンドを井上が KO できたということでね、ちょっとなぜあんな簡単そうに井上が KO できたのかっていうのをね、分析してお伝えしていきたいと思うんですけれども、えー、まず4ラウンドを見ていただきたいんですけどこのラウンドはですね、えー、まだ、あそんな な後ろ重心ではなかった形でして。えー、まあ、それでもちょっとディフェンスシブな感じだったんですけれども。またやっぱりさ、っレスは、こちらのトイレサブスポーで、井上はまあ普通のオーソドックスで。で、こちらなんですけども、やっぱ井上のパンチを警戒してからか、やっぱガードを本当に上げて鉄壁なね、ボディはちょっともらってもいいっていう形でして。で、井上はもうお構いなしにガードが鉄壁なんで、ガードをこじ上げるかのようにこう、いきなり右ストレートね、こちら。ガードの上、 完全にね、このガードとガードの間を狙ってるんですけれども、ガードの上からお構いなしに右ストレートで、これでこじ上げると。こういうのもね、結構蓄積して効くんですよね。で、その後、返しの左アッパーですね。左アッパー。で、えー、これはちょっと空振りだったんですけれども、その後、右ストレート。で、この圧力でね、結構防線一方になるんですよ、4ラウンドね。で、この右ストレートですね。右ストレート。こちらもガードの上。その後、またこう接近戦になって、で、タパレスが良かったのがフックが良かったですね。前でのタバレスの。 右フックが良くて、で、右のボディですね。でこれうっ また井上の返しを警戒ててかタパレスがねガガーードドっつりげで、すね上上にげてそのガードの上から左フックですね。こちら。でね、これびっくりするのが完璧にガードしてるんですけど、もう名古屋はお構いなしにこの左フック、この至近距離で、ここですね。まあおそらくここのガードの上のテンプルを狙ってるんでしょうけども、まあガードしてんですよ。で、ガードの上からテンプルを打ち抜いてで、これがもう効くんですよね。ガードの上からガードを弾き飛ばすんですよ。で、そっか。 から開始の一応タパレスはね返しの右のストレートのカウンター狙ってたんでしょうけどもこれ出してこれは空振りでその後また接近戦になって今度は井上の左フックですね左フックでこれもガードの上ですねでこの後右フックこれもこんな鉄壁なガードをしてるんですけどこのガードの上から右フックでこれが効いて後ろ下がってロープギア追い詰めてでこの後の左も一応これも効いてガードの上からでダウンですよねだからガードの上からってもう全部効いちゃってるんですよ だからもう、ガードが意味をなさなくなっちゃって言ってる。で、こちらが問題の10ラウンドですね。タパレスが形容されたシーンなんですけれども、こっからもちろんね、ガードをしててまして、え、井上が左ジャブ打って、そっから、 この左ジャブでタパレスがまあちょっと交代するんですけれども、交代をしまして左ジャブで。で、そっから井上が右ストレートガツンと出します。井上が右ストレート出す。で、これもガードの上ですね。で、そこでまた交代するんですけれども、で、この後またお互い構えて、で、そこでタパレスはその後ウィービングして、えぇ、状態を振って、で、そこでガードに対して左ジャブ打つ。で、そこで左ジャブでのけぞらせて、そっから右ストレートですね。これ。これがね、最後の KO シーンなんですけれども、 これがもう思いっきりガードの上ですね。ガードの上を打ち抜いてる。まあ、ここおそらくテンプル狙ってるんでしょうけど、ちょっと時が経ってダウンと。で、他の角度で見ると、ここからちょっと見にくいんですけど、これも右ストレートガードの上からガチンって打ち抜いて、 ここでダウンということでね。だから4ラウンド、おそらく井上はガードの上からでも倒せるっていう確信があったんですよね。確信があって、打ち抜いてそれを遂行したと。いうことでね、ちょっと井上直也はこれすごすぎると、これガードが意味をなさなくなってきちゃってるんで、そうすると、スウェイとかダッキングで避けるしかなくなってきちゃうと。ただ井上のこのスピードあるパンチをスウェイとかで避けられるわけないですから、ちょっとこの階級でもね、ガードしてでも吹き飛ばされる井上のパンチパワーね。これやっぱスーパーバンダッキー統しちゃいましたからね。 次はね、フェザー級で活躍してくれるとね、思いますんで。えー、ということでね、ちょっと、えー、本日は井上尚弥タパレスを右ストレートで KO できた理由判明しましたというね、え、同じになりました。またね、井上尚弥関連の方で、他の海外のスター選手、レジェンドの方から井上尚弥に対する、え、情報がありましたらすぐね、えー、発信していきますので、え、またチャンネル登録して、えー、お待ちいただければと思います。では最後までご視聴いただき、ありがとうございました。